中年オタッキーです。散々ねツイッターで、ね、投稿させてもらってますけどね、なんか最近 iPhone がねデータが壊れまして、 iPhoneOS14.1 に上げるタイミングで、リンゴループになってですね、でバックアップからもうチャレンジしたんですけど、まあなんせ直んなかったんですね。ほんでデータが全部消えちゃって、困っております。で、動画のネタとかもね、いっぱい作ってたし、かなりたくさんのデータが消えてね、いろんなものを送ってもらった方の住所とか電話番号も入ってたんですけどね、ビューンって消えて、レシートを残してるの人だけが残ってるんですけど、困ってるんですよね。で、今週ですか、先週か、先週の週末にね、カメラの北島っていうね、徳島の、現像とかね、プリントとかやってるお店があるんですけど、そこに取材に行ってね、写真とかも撮ったんですけど、それも全部消滅してしまって、もう一回取材行かなきゃいけないって話ですよね。まあ、ツイートではね、ちょっと喋らせてもらったんですけども、カメラの北島さん、徳島県のね、板野郡北島町の役場のすぐそばでやっておられるお店なんですけども、現像が590円ですか。C41 のね、カラーネガの現像590円。まあ、税込みで649円になるのかな。で、まだまだ安いんでね、まとめてね、ネットで現像してる方とかは、用事はないでしょうけども、一本ずつ現像するような方はね、カメラの北島、お近くの方はどうかなって感じですね。もう一回ね、取材に行ってね、写真撮ってまた紹介しようとは思ってます。はい、ちょっと前置き長くなりましたが、今日はね、このカメラの紹介です。はい。キャノン FP ですね。ちょっと光が強いな。キャノン FP で、写真を撮ってまいりました。それでは動画スタートしてまいります。はい、このキャノン FP なんですけどもね、発売がね、1964年、昭和39年10月ということですね。当時の価格がね、FL50mmF1.8 付きで 37,800 円ということですね。結構な値段だと思います。普及機が3万円ぐらいだったのかと考えたら8000円ぐらい高いのか。あ、でも安いと言えば安いな。そのキャノンの、キャノンミュージアムさんのね、紹介では、内蔵露出系は馴染まない、不要だと希望するプロ写真家のニーズに応えるべく開発された機種で、内蔵露出系を取り除いた他は FX と同仕様の 35mm 一眼レフカメラであった。とはいえ FX の内蔵露出系と同じ仕様の外付け式 CDS 素子を使ったFP メーターが用意されていた。FX と共にブラック仕上げがあったということですね。でね、FL マウント、FL で、画面サイズは24-36。布膜横走りのフォーカルプレーンですね。ペンタ固定アイレベル式、倍率が 0.9 倍。結構大きいですよね。視野率が上下 90%、左右 93%。ということですね。で、キャノンミュージアムさんの紹介では、プロ仕様と、いう、記載内容がありましたが、プロ仕様ね、カメラ、特にキャノンのカメラに詳しい人は、よくわかるんですけど、この P ね。FP なんですけど、P がつくカメラはね、大衆機っていうね、位置づけのものが多いです。レンジファインダーのキャノン P に始まりまして、現在では EOS RP っていうのがありますよね。P のようなポピュレートとかポピュレールとかいう、まあ、大衆的っていうね、意味があるんですけども、僕てっきりこの FP はね、その位置づけだと思うんですね。だったと思ったんですよ。で、キャノンミュージアムさんのとこに見に行ったらね、プロ仕様ということでちょっと驚いているんですけどもね。この当時は、ニコン F がね、バンバン暴れ回っていた時代で、とてもね、このカメラでね、ニコン F に対抗できるとは思わなかったんですけども、ただね、これ、普通はね、この一眼レフカメラって、これを引っ張り上げるとフィルムカメラは、フィルムの蓋が開くんですけど、これそこだけで開くんですね。でね、ボタンを、
ずらしながら押さないと開かないんですね、これね。よっ。ほいっと。うん。これ、まあ、間違って開放するのを防止する機構になっておりますけども、これがついてるのはキャノンプロ機なんですね。うん、ちょっとね、あやふやな位置づけになってますね。たまたまここにね、よいしょ。よいしょ。これニューF1がありますけどね。ニューF1はね、これを引っ張っただけ、まあ引っ張ったら開くんですけど、引っ張れないんですね。このメッキのボタンを押さないと引っ張れない。裏蓋を誤開放を防止する装置がついております。で、キャノン FT とかはね、この裏蓋を誤開放するね、装置がついてないんですね。ここから考えるともしかしたらプロ機なのかなと思ったりもしますけど、まあ、どっちかよくわかんないんですね。まあ、とりあえず、いつものようにね、作例を取ってきましたんでね、作例を見ながらちょっと話をしていきましょうか。はい、今回の作例なんですけどもね、結構ね、夜とかね、室内の写真が多いんですよ。で、強い光の下でね、撮るチャンスがなかったんですけどもね、これレンズがね、FD50mm F1.8SC っていうレンズをつけてまして、これがなかなかね、評判の良いレンズになってまして、いい感じで撮れておりますね。シャープネスもしっかりしてますし、なんですか、背景ボケが出やすいレンズっぽいですね。結構、背景ボケがしっかり出ます。それで、雰囲気のいい写真撮れておりますけど、残念ながらね、その強い光の下でのね、レンズ性能が今一つわからないですね。もうね、シチュエーション的にこういうシチュエーションしか、なくてですね、なかなか天気が合わなかったりね、いろいろでね。ただ今回コダックのトライ X っていうのを使用しておりまして、まあ雰囲気がいい写真が多くなっています。で、前回っていうかちょっと前にね、キャノン T70 でね、写真を撮った時もね、この FD50mmF1.8SC っていうレンズを使ったんですけども、その時もね、なんか、いい写真が今一つ撮れなくて、今回も今一つでね、9枚しか作例上げれませんでした。これはね、そのレンズの問題じゃなくて、人間の問題、取り手の問題。残念って言えば残念なんですけどね。で、このカメラですね、もう見た目はね、ちょっと前に取り扱ったね、カメラプレゼント出して FT とそっくりです。もう、側はほぼ一緒なんですね。で、同時期に売られていた FX はね、この辺にね、CDS 樹脂が、受光素子がドーンってついてて、ここにメーターがついてるんですよね。外部録音式になりますね。で、それをね、取り外してね、廉価にしたっていう感じのカメラではあります。まあ、ちゃんとね、いろいろ、アラームが鳴っちゃったよ。いろいろね、ついてる、ことはついてる。ミラーアップもね、ついてます。セルフタイマーもついてるし、特に問題はないんですけども、露出系は全くないんでね、体感露出とか露出系、外部露出系ね、スマートフォンの露出系とかでね、使うことになると思います。で、ヤフーオークションとかでね、もう非常に安く転がっております。もう500円でも値がつかない。うまくいったら1円で買えるっていうね、カメラになるんですけども、大体がね、シャッター幕がおかしくなってます。これもおかしくなってました。まあ、これね、シャッター幕なんですけどね、シワシワになってたりするんですね。これもね、ちょっとね、シワが寄ってるんですけど、このぐらいだったら、まあ、許容範囲かなっていう感じなんですけど、高速シャッターが切れてない個体が非常に多いと思います。大体がね、先幕のテンションをかければ、シャッター幕が全部開くようになるんですけども、シャッター速度はね、500分の1ぐらいまでしか使えないっていうか、500分の1でもね、400分の1ぐらいでしか切れない個体とか、1000分の1でもね、700分の1ぐらいでしか切れない個体とかが多いと思います。ちょっと冷凍車が入ってきちゃった、うるさいな。まあちょっとね、やかましいところで作業、撮影して しまって音が入ります。すいません。こんな感じのカメラなんですけどもね、まあ一眼レフをとりあえず使ってみたい、マニュアルフォーカスの一眼レフをとりあえず使ってみたいっていう人は、買ってもいいと思いますし、で、標準でついてきたレンズがね、FL50mmF1.8 っていうレンズね、これこの間ね、カメラプレゼントにもね、付けさせてもらったんですけども、
和製ビオタっていうね、あの評判の連です。何が評判かって言ったらね、あのボケ、面白いボケするんですね。ぐるっと回り込んだようなボケをするんでね、その和製ビオタ FL50mmF1.8の1型、を、欲しいっていう人はね、狙い目のカメラかもしれませんね。もう1円とかでね、頻繁にあの出ている、オークションに出ているようなカメラですし、カメラ屋さんね、中古カメラ屋さんでジャンクボックスとかにもよく入っているようなカメラだと思います。全機械式ですんで、本気でメンテナンスすれば復活するカメラですね。シャッター膜を交換したりね、まあいろいろ方法はあるんですけど、ただそこまでお金をかけるのはもったいないカメラだと思います。まあヤフオクで仕入れるよりはカメラ屋さんとかでジャンクボックスに入ってるやつをいじって、あ、これ使えそうだなと思ったら持って帰ってくる方がいいかもしれないですね。で、FL50mm がついてたら、まあ、落札、ヤフオクで落札してもいいんじゃないでしょうか。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じになります。このカメラもね、もう1年以上になりますか、ジャンクカメラ、まとめて買って大丈夫っていう動画にね、出てきたカメラになります。これはね、FL50mmF1.8 付きで当たりでした。あのオークションでもう相当動画作りましたね。めちゃめちゃ元取ってます。そのオークションは成功でしたね。まあ、こんな感じです。次はね、作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナーです。ちょっとね、あまりにも冷凍車がうるさいんで移動したんですけど、まだ聞こえてるな。すっごいうるさいな、冷凍車。トップバッターはね、ケイジローさんからですね。先日紹介されてたロングラフィーのファントム8で撮影してきました。地元である三重県伊賀市にある伊賀鉄道の小田港橋です。国の登録文化財になるかもしれないということで撮影してきました。タイトルは小田港橋。カメラはニコン F。レンズは1枚目がニコール OO と、35mm の F2、2枚目と3枚目はニコール HO と、85mm1.8、フィルムはさっきも言いました、ロモグラフィーのファントム8ですね。で、3枚組の写真になるんですけどもね、やはりファントム8ね、結構ね、ハイキーな写真になりますね。ハイコントラストですね。これはね、好きな人にとってはね、すごくいいかもしれないですね。で、超微粒子なんで、とにかく滑らかです。ね、これ、何ですか、ラチチュードですか。ラチチュードが非常に狭くなっております。トンネルの奥とかはね、もう潰れてしまってますけどね、もうそのぐらいコントラストが高い、面白いフィルムですね、やはりファントム8。僕もね、もう一本あるんで、ハーフカメラに詰めて使おうと思ってるんですけど、時間が全然あります。ケイジローさん、ありがとうございます。次はね、時神さんで2枚。先日近所の公園に行ったら天気はよく撮影日和だったんですが、デジタルカメラですが撮影しました。1枚目がね、睨まれた。2枚目が秋晴れですね。カメラはね、ミノルタね、ディメージ Z1、オリンパスレンズの38ミリから380ミリ、F2.8 から 3.5 ですね。これ、あれかな、マイクロフォーサーですかな、プログラムモード ISO100 で撮影しましたが、結構良い色が出てるんじゃないでしょうかということですけど、なかなか良い色が出ておりますし、オリンパスのレンズでね、かなりシャープに撮れておりますね。どうしてもデジタルカメラなので、若干スキアに近い写真になってしまいますが、特に2枚目なんかね、もう色、コントラストともにもう満足いく写真だと思いますね。これなかなかいい写真ですね。はい、時神さん、ありがとうございます。次がね、シオンさんだったかな、から2枚。タイトルがね、1枚目が推しかな、推し、2枚目がね、夜の生け花ということで、カメラがね、ペンタックス SP、レンズが SMC タクマ 55mmF1.8 で撮られておりますね。先日ゾルキをくれた友人が、さすがにフィルムカメラ初心者にあれ渡すのは難易度高すぎたから、これもどうぞって言って、露出系多分死んでるけどと、ペンタックス SP をさらにお迎えしました。で、ペンタックス SP の露出系死んでるやつも結構初心者に難しいような気がしますけど、帰ってダメ元で電池入れてみると露出系がバッチリ動いて大興奮。その勢いでいろいろ撮ってきましたということで、2枚ともね、縦構図なんですけども、これね、縦構図でね、動物の写真をね、こんだけ背景ボケを入れて写すのはなかなかだと思いますね。これよくボケてますね。で、2枚目のね、写真がまたこれ、ISO100 で撮
られてるんですね。綺麗に撮れておりますね。これ開放ですよね。むちゃくちゃ綺麗ですね。これ横構図だったらタイトル画面行くとこなんですけどね。惜しい。シオンさんありがとうございます。次がね。これはハンドルネームが何だったかな。MHR さんですね。MHR さんから2枚。改めてお題の付け方の難しさを痛感しております。ミノルタユニオマットで雨の日に撮影した2枚を投稿しますということで、1枚目のタイトルがね、悲しみ、2枚目のタイトルがね、敗戦ということでね、カメラが、ミノルタユニオマットですね、フィルムはね、ローライの RPX400、自家現像に初挑戦ということですね、プリントしたものをスキャンしました。今度カメラで、スキャンする道具を準備中ということですね。これプリントスキャンなんですね。これダイレクトプリントですけど、よく綺麗にプリントできてますね。1枚目ね、もうローライのフィルムということでハイコントラスト、ですけど、プリントでここまでね、ハイコントラストに出るんですね。これインガシは何を使ったのかな。2枚目配線ということですけど、これもね、あとハイコントラストで映っておりますっていうか、またアラームが鳴ってるよ。これね、2枚ともなかなか良い感じですけど、1枚目のね、悲しいっていうことでね、雨粒がね、手前に、雨粒にピント合わせて背景をぼけるというね、ぼかすという技を使ってね、いい感じの、写真になってますね。はい、MHR さんありがとうございます。次がね、ジョージさんかな、ジョージさんですね、中年の滝様、作品投稿ですけどですね、タイトルがね、また来てねですね、カメラ、キャノン、ニューキャノネット QL17L、富士フィルム記録用100です。去年の夏の写真です。帰っていく観光客を乗せた飛行機に向かってハイビスカスがまた来てねと手を振っているような感じに見えますということですね。今年はコロナ禍で観光どころか楽しい気持ちにさえなかなか慣れない人も多いと思いますが、今年は去年と何もかも変わってしまったと思うことがあるかもしれませんけど、去年と同じように今年もハイビスカスは咲いております。私たちがいつも当たり前のように目にしているものはコロナのような危機を おそらく何度も乗り切って今私たちの目の前にあるものだと思いますということですね。夏また来てねっていうことですね。ジョージさん沖縄の方ですかね。これ綺麗なね写真になってます。でね、何がいいかって言ったらね、これ空に引っ張られて、通常はねこのハイビスカスが黒くなるんですけど、これ黒くなってないんですね。ということはね、やはりそのフィルムのラチチュードの広さが効いているということで、これデジタルで撮ったら多分ね、シンクロしないと、空が真っ白になるか、被写体が真っ黒になるか、どっちかだと思うんですけど、どうでしょうね。うん、ちょっと、シンクロで撮った、この手の写真をデジタルで撮ったのはシンクロでしか撮ったことがないんで、はっきりわかんないですけど、見事な写真になっております。1、2、3、4、5名。5名の紹介終わりました。とりあえずね、5名なんですけど、ものすごい待機者になってます。待機者になってますけど、あんまり長くなるとね、しんどいっていうことでね、以前忠告も入りましたんでね、5名の紹介になっていく、きますね。ここからはね、俺のカメラの紹介になってまいります。俺のカメラのコーナー、今日の俺のカメラはね、達也さんからの投稿になりますね。俺のカメラに投稿します。バルナックライカ 3F、最近買ったバルナックライカですが、先日撮影に持ち出した際にレンズのロックピンがいつの間にかなくなってしまってテンションが下がっていたんですが、ツイッターで自分のカメラの良いところを紹介されている方を見て、自分もカメラをもっと愛さなきゃと思い撮影しました。マウント部に来るメモリや、ファインダー窓の枠、ビスの一つ一つがカメラらしさを感じさせてくれます。カメラで撮るだけでなく、カメラも撮るもやっていきたいと思いますってことですね。これバルナックライカね、非常に美しくなっておりますね。文字のね、色落ちとかもないですね。これ綺麗ですね。レンズはこれなんだろう、レンズはあれかな、なんだっけ、名前ど忘れした名前ど忘れしたぞ。ね、明るい方ですよね。 F2 かなんかの明るい方ですよね、これ多分。忘れちゃった名前。もしかしたらキャノンかな、
いや、ちょっとわかんないな。ここだけではわかんないですね。これ、なかなかかっこいい写真になってますけどもね、前回のね、ハチさんですか。ハチさんの写真がちょっとあまりにも凄すぎるんで、タイトル画面はもうしばらく、富士山とニコン F になりますかね。はい、達也さん、ありがとうございます。バルナックライカーの 3F って確かカメラの北島にあったぞ。すごいのがあった。エルマーですけどね、エルマー、鎮動式のエルマーがついてるやつが、値段いくらかわかんない。いくらで売ろうとかなんか言ってました。はい、急いで行ってね、買うのもいいかもしれません。スローシャッターがちょっと出張ってましたけど。今日のね、動画はこんな感じです。いかがだったでしょうか。もうね、カメラのことなら何でもいいやってね、もうそんなノリでね、動画を作っていってますけども、一応ね、ネタはね、なんか仕込まないといけないんでね、写真も撮ってるんですけどね。次回はね、もうネタ仕込んでますよ。ニコンのね、EM か。高川さんからね、いただいた、カメラでね、一本フィルム取り切ってきましたんでね、それを紹介しながら動画を作っていこうと思います。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。最後まで見ていただきありがとうございます。高評価はね、もう本当に押すだけなんで、いつも言ってますけど、ポチッと押してください。コメントはね、まあ、とりあえず今んとこね、だいたい順調にハゲていってますんでね、どんどんコメントいただければと思います。チャンネル登録なんですけどもね、結構な勢いで増えております。もうね、喜んでおりますが、まだまだね、半分ぐらいの人はね、見ている方の半分ぐらいの人はチャンネル登録してない方みたいなんで、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、今日の動画はここまで、次回の動画ニコン EM ですね、リトルニコンですね、なかなかいい写真が撮れました。今度はちょっと自信があります。その辺で適当に撮った割にはいい写真が撮れた。もう僕の場合でちょっと気合い入れてね、あちこち行って写真を撮るっていうことはもう時間が全然なくてできないんですよね。だからどうしても適当な写真になるんですけどね、今回もキャノン F1 とニコン F2 のね、対決で紅葉を撮るってね、豪語してましたけど、紅葉撮り行く時間がないんですよ。もうどうしようかなと思ってね、もう紅葉どんどん進んでいってるし、やばいなと思ってるけど、時間がないものは時間がないです。はい、では、また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。